運命の出会いをして、ありがとう。僕らは恋人になった。この幸せはずっと続くと思っていた。でも目覚めたら君は親友の恋人になっていた。待って、ちょっと待って。今日が人生の最初の日だ。パラレルワールド。真由子は誰の恋人なの？取ります。彼女いい子だろ。僕にはもったいないぐらいだよな。二つの世界をつなぐいくつもの謎。可愛い人だね。二人の真由子。あいつは辞めて1年を経つだろ。消えた親友。誰か別の人間がメール書いてる。なぜ僕だけが二つの世界に迷い込んだのか。ちょっと分かるように説明しろよ。君にそんなことを言う権利はないよ。まさか。なんかヤバいことでも起きてんじゃないですかね。おかしいよ、たかし。おかしいのお前だろ。いいね、最高だよ。世界が変わりまくる驚愕の108分。彼は知りすぎた。名前も知らないのに。真実の世界はどっちだ。やめろ。こっちが現実だ。パラレルワールドラブストーリー。